後チャレンジ部員のダンビラムーチョ原田です。大原です。放課後チャレンジはみんなの依頼に僕たちが体当たりで挑んでいくチャンネルです。はい。さあ前回に引き続き球速&コントロール抜き打ちチェックですが、今回はコントロールの抜き打ちチェックを行いたいと思います。出ました、コントロールね。はい、はい、今回も浜田先生と一緒にチェックしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、さあ今回もですねこちら、ストラックアウトを使って、コントロールをチェックしたいと思います。はい、前回も言ったんですけれども、はい、ストラックアウトがですね、3万6000円するみたいなんですよ。完全にそれを元を取るためだけの動画です、これは。これプレッシャーですね、本当にね。そうですよ、はい、これ元を取るためにもね、頑張ってください、はい、さあ、前回はですね、10球投げて、最初は3枚、そして先生のアドバイスを受けて4枚、はい、ね、そして泣きの1回やりまして、4枚3、4、4、みんなが、すごい空気、みんなが、えってなる瞬間がありましたけれども、はい、コントロール、はい、どうですか？正直ね、うん、自信ありますよ。自信ある？コントロール自信あります。あ、それはなぜ？はい、この肘のね、はい、肘のこのここを通過させるって言ってたじゃないですか、はい、うん、あれを意識して投げてたらちょっとコントロール良くなったんですよ。あ、なるほど、実際に自分がやってる時に、はいはい、さあ準備はよろしいでしょうか？大丈夫です。頼むよ。3万6000円を意識して。あんま言うなよそれ。え、ずっと頭の中に3万6000円を置いてやってください。3万6000円いきましょう。いきます。おお、5番。よし、いいね。いきなりど真ん中。いきなりど真ん中。逆に狙いづらいかもしんねえな。いきます。さあ2球目、うん、惜しい。はい、さあ3球目いきます。あ、ダメだ。はい、さあ4球目。あー、低いか。くそ。5球目。あー、低いか。さあ6球目。はい、さあ2枚、2枚抜きました。次が7球目か。あー、惜しい。フレーム。さあ8球目。やべやべやべ。さああと2球ですかね。はい、9球目。さあラスト、はい、さあということで結果2枚。ふっなんかもうずっとなんか滑ってました。そうです、2枚ですよ。ちょっと先生、はい、どうです？一番最初やった時も3枚抜きましたよね。一番最初3枚だったのに。そうですね、むしろ下がっちゃってるっていう。なんかもっとこうした方がいいみたいなのあります？じゃあもう一回最初のね、はいはいはい、あの前回教えた内容、はい、そこから復習しましょうね。はい、はい、前回の4つのポイントを覚えてますか？はい、覚えてないです。え、それがいけないんだ。そうなんですよ、それですよ。ここ出したところにこう手を持ってくるっていうところは覚えてるんですけど、その他の3つがあんまり。あらららちょっとおさらいしていきましょう。そうです、はい、1つ目は踏み出した足が直線的に踏み出しましょう、はいはい、そして膝がぐらつかないように、はいはい、しっかり受け止めて投げます。2個目。2個目、はい、リリースポイントを安定させるために何かやりました？こう上に投げたやつ。あ、そうです、はい、このポイントが全部バラバラだったらいろんな方向に行きます、はい、ここを一定にしましょうということを言いました。なるほど、はい、はい、3つ目です。3つ目、それはこう前に出した手のところにこう、そうです、リリースを持ってくる。うちはパーンってやったやつ、ね、そうですね、うちを使いましたね、はい、入れ替え作業です。前に出した手と投げる手を同じところに入れ替え、持って、はい、いいですね、はい、じゃあ4つ目は、あ、目、はい、目のやつ、はい、利き目の方をこう、はい、ちゃんと見えるようにするっていう、
大原さんは右目が効き目だったので若干ちょっと体を前にちょっと向けながら、はいはい、右目でしっかり追いながら投げていくと、はい、この4つのポイントでした。はい、はい、大体いつもどこ狙って投げてるんですか？大体そうです。いやでもまあここら辺5ですね、5番。そうでしょ、はい、真ん中ら辺で。人間みんなやっぱり小さいゾーンを狙って投げるのは上級者なんですよ、はい、あ、そうなんですね。上級者です。はいはいはい。プロ野球でもコントロールいいって言われてる人はここにめがけて投げて、ここに投げれる人は逆にプロ野球でもわずかしかいないんです。いかに曖昧に狙うかです。曖昧に、はい、この辺りにっていう感じで投げるんですね。はいはいはい。でよくまあ本当に実際の野球のポイントではラインで決めましょうって言うんです。例えば内角、真ん中、外角。内角だったら内角、高めだったら高めに、はいはいはい、要はいわゆるピンポイントではあまり狙わないです、特にコントロールが悪い人は。はい、はい、なので合間にこの4つぐらいを狙って投げてください。はいはいはい。この4つ、この4つ、下の4つ、この4つ。なるほど。コースというよりもこの、はい、ここの 4つってやった方がいいですね。そう、4つの中の1個どっかに当たればラッキーと思えば、はい、なるほどなるほど、いい感じですね。はいはいはい。でこれって遠いから、急に遠いとこからこういうとこに投げようとすると厳しいので、はいはい、とりあえず少しずつ、ここからだったら絶対当たりますよね。そうですね。この的にどのぐらいまで遠く離れて投げていけるかをちょっとチェックしましょうか。なるほど、ね、いい、なるほどなるほど。徐々に広げていく。最初ここでやってみましょうよ。1メートルぐらいでここでね、はい、やってみましょう、はい、いきましょう。で5番を、はい、そう。あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと怖い怖い、ちょっと怖い怖い、ちょっと怖い怖い。記録出ました。ここが無理でした。無理でした。はい、だから俺はもうここじゃねえとダメなんかもしれない。ちょっと待って、はい、さっき言ったの分かってないでしょ、はい、5番って言わないって言いましたよね。確かに4つで狙ってくださいって言いましたよね。その時点でおかしかったの。だ、そうですよ。俺はあの5番狙うとは言ってないですよ。いや言ってたって。言ってなかった。いや完全に言ってたよ。あ、言ってた、あ、言ってたか。まあ、でもとりあえずあの当たったので、はい、じゃあ後ろ下がりましょう。はい、はい、どんどん当たれば、これは他のところでやればいいですか？あ、どうも、あのどこでも、あの、まあ、別に通してもいいので。当たってますよね。いや大丈夫です。あ、当たりゃいいです。ここら辺にっていう、どんどん、そう、最後です。そう、はい、こう、これでちょっとずつ離れていきましょう。なるほどなるほど。そう、みんな子供たちみんなこうやってコントロールつけやすく、自信がつくというか。なるほど、はいはいはい、自信をつけましょうってことです。はい、そうです、そう、行きましょう。はい、どうぞ。行くでしょ。もうちょっと離れていいですよ、はい、まあ、どんどん離れていいですよ。ガンガン離れよう。はい、大丈夫です。当たってますよ。はい、どうぞ。この雰囲気で。あ、もう外れた。外れちゃいました。ここなんですよ。ここなんだ。なるほど、なるほど。まだ半分ぐらいです。半分ですね。なるほど、なるほど。じゃあ、ここからスタートしましょう。ここからね。再スタートで。よいしょ、はい。当たりますね。はい、じゃあ、ちょっと下がってください。ちょっと下がって。はい。はい。はい、行きましょう。いいじゃないですか。ほら、あ、いいよ、ほら、はい、はい、もっともっと下がっていいですよ。こんぐらい、はい、おー、いいじゃないですか。なるほど、はい、さあ、はい、ということでここですね。そうです、ここ、はい、はい、で、またこういうとこからまたもう一回スタートするんです。で、ちょっとずつ下がっていってね、あそこの目標って、あそこじゃないですか、ゴールあそこじゃないですか、はい、それよりも遠いとこまで行きましょう。ああ、なるほど、はい、近く感じさせるみたいな。そうです、こういう練習方法ってことですよね。最初近いところから始まって、近いところから始まってゆっくり行きましょう、はい、ってことですね。はい、はい、大原がですね、ちょっとどうしてもって休憩したいっていうので、はい、前回もやりました野球部あるある、はい、ちょっとね、見てもらってもよろしいですか？あ、はい、ぜひぜひぜひ。ぜひ見てもらって。ですからね。はい、行くぞ。えい、はい、よいしょ、えい、よいしょ、えい、いいんだいいんだ、はい、エラーしたっていいんだよ、はい、楽しまなきゃ、はい、とにかく楽しもう。すいません、はい、行くよ、はい、お願いします。はい、やべ、エラーしたっていいんだよ。すいません、楽しめばいいんだよ、はい、楽しいからだ。はい、野球は楽しいか。楽しいです、はい、楽しい、はい、あ、ほら言わないと楽しいって。楽しい、楽しい、はい、行くよ、はい、はい、楽しい、楽しい、エラーしたっていいんだよ、楽しいもんなんだよ。シャワイ、シャワイ、えい、オッケー、えい、ショート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 、レフト、え、ちょっと、なんだよ、急に、終わり。
願いします。ええ、あっ、ほい、お前何回ミスってんだよ。お前さっきからやる気あんのか。お前よ、お前そんなんだったらな、お前野球部やめちまえ。やめます。え、え、おい大原、大原、いや、おい、ど、大原、大原。どうでしたか。いや、最後一番面白かったですね。最後たまにいるんですよね。さあ、ということで早速投げていただきたいんですけれども、もう一度言います。36,000円。そして先ほどスタッフさんから追加情報入りまして、え、ネットが10,000円。やめろ。合計47,000円。ちょっとマジで。元取れますか。無理です。はっきり言うな。ここ記録を超えましたら、はい、もうスタッフさんも喜びます。そうですよね。それでは早速お願いします。いきます。いいね、めっちゃいい、球もいい。あと1枚。あと1枚。違います。目標2枚にしないでください、はい、パーフェクト狙ってざっくりでいいんで、ざっくりで、はい、いいね、いい、全然いい、いいですよ、高さとかいいですから。いきます。さあ3球目。寄り出したな。オッケーオッケー、寄り出したぞ右に。全然大丈夫。4球目いきましょう。はい、まずいな。1,2,3。あ、低い。いいよいいよ。4,5,7,8。いいよ、ザック。そうそう、そういうこと、そういうこと。5球目。ああ、ああ、間違えた。次が7球目いきましょう。7球目よいしょ。よいしょ。さあ、あと8,9,10です。あと3球あります、はい、3球あります。さあ、8球目。あー、惜しい。あー、いいよ、右側にずれるのは。さあ、行きましょう、9球目、はい、あー、 あー、さあ、ラスト。はい、ということで出ました、記録2枚。ちょっと待ってくださいね、すいませんでした。47,000円分の土下座。すいませんでした。大原どう、これ終われる、これで。いやー、ちょっと泣きの一回やらせてもらってもいいですか。これはもうやらないともう気が済まない。そうですね、泣きの一回。ありがとうございます。感謝の気持ちを込めて投げてください。お願いします。あの、イップスになっちゃいました。はい、ちょっと意識すぎて完全にイップスになってる。意識大丈夫。いきます。2球目。あー、いいよ、 OKOKOK、 リラックスリラックス。3球目。 OK。 さあ、さあ4球目、ここで取っとこう。大丈夫よ、大丈夫大丈夫。しゃ、さあ、5球目。5球目。よっしゃ、よかった。よかった。よかった。さあ、あと5球、6球目。よしよし。7球目。自分のペースで投げるから。おい、人に当たるな。さあ、まだあと3球。そうですね、はい、見ましょう。8球目。9球目、ね、よっしゃ、よっしゃ、よし。さあ、ラスト。さあ、取れるか。よっ。4枚。よっしゃ、コントロール良くなった。いや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 、ほら、2枚だったのが倍の4枚。違う、
何にも成長してない。さっきが調子悪かっただけ。だから2枚から4枚の人なんだろうね。はい、いやいいんだよそんな。そのぐらいの人なんです。いやそのまとめいいんだよ。はい、先生どうでしたか。いやもうね質が悪すぎますね。そもそも。そうそう。あの惜しいとかじゃないもん。質が悪すぎ。質が悪すぎ。ちょっと待ってください、ね。いい悪いとかじゃない。質が悪い。いろいろ教えてもらった結果質が悪い。またいつかこのコントロールも抜き打ちチェックするので、はい、それまでにちょっとメンタルと体力と、はい。全部整えてね練習してきてください。休息だけにしてもらえないですかね。うん、いやダメです。コントロールを原田に任せて、はい、いやいやダメです。休息だけ担当で、ま、だなぜなら、はい、あれ36000円だから言ってんだよ俺は。だからお前にやってもらえてんだよ。ネット1万1000円、はい、4万7000円ネット追加してんじゃん。いつかやりますのでね、はい、それでも頑張ってください。はい、僕らの挑戦を見ていいねと思った君はぜひチャンネル登録